いやね、あのエミリさんの嘘をみんな分かってください。皆さん、どれだけエミリが嘘をついてるか分かるでしょ？どれだけあいつが嘘つきか分かるでしょ？いや、見て。これ見て。エミリさんの荷物全部外にあるの。これ俺コートもない。嘘でしょ、わかるでしょ。まずコート1個あったわ。全部荷物外にあるの。全部荷物外にあるの。裸ね、ノースリーブのまんまとかじゃないの。服全部外にあるの。でね、俺ね、その今あビンタもしたかもしれない。とりあえず全部出したの外に。あいつがね、で出たくない出たくないって言うから、もううざいからって俺かき、もう抱きかかえて外に出したの。エミリがね、嫉妬とかじゃないんだよ。昨日もそうなの。たくまくんにね、アイテム投げ、たくまくんの彼女にアイテム投げたことで揉めたの。今全くその状態じゃん。新やっちょにもコメントしててね、そういうのやめてよって言ってるのに。だから自由でいいよ、別に勝手にね。じゃあ俺も女の子にアイテム投げて怒んない？怒るよ、お互いじゃん。しかもね、それだけじゃないんだよ。あいつはここで寝っ転がってたの。そこでね、鏡にね、自分でね、なんかおめかししてたの。俺はあいつの荷物全部運んできてたんだよ、一人で。もう終わりっつって荷物ね、下に出したのは俺だけどね。いいよ、もうゼロワンさんでいいよ。もうやるよ、ほんといらねえよ。そうだから、いいお世話になったんだから、あっちに行けばいいじゃん。俺なんてね、こんなにお世話してるのに何にもお礼されてないよ、悪口ばっかり。いいよ、もう疲れちゃったんだよ。そう、戻してたらさ、俺一人で荷物戻してたらさね、あいつはさ、ここで横になりながらさ、ゼロワンさんファンタありがとうって投げてんだよ。手伝う方が普通じゃない？まあいいわ、お前ブロックだわ、いらねえわお前。エミリーブロックしました、終わり。もうさ、出産のためにお金を貯めてほしいんだよ俺は。俺らのお金だったわけじゃんね、リスナーさんが応援してくれたお金さ、新やっちょにさね、10万円払うね、俺とかね、ゼロワンさんにファンタポンポン投げる、他の枠でも配信すごい配ってんだよお金。いやいやいや、もう止まんないんだもんあいつ。もういいよあいつは。二人でさ、お金必死に貯めてってさ、家賃だって俺が全部一人で払ってんだよ。ね、二人のお金は俺が基本払ってんのに、あいつは自分で貯めたお金そうやって全部ばらまいちゃうの。いや、嫉妬じゃないだろ。俺なんて誰にも女の子にアイテム投げてないんだぞ。出産足しにじゃないんですよ。出産足しにじゃないんですよ。ありがとうございます。バクナギさん、バクナギさん、アラブの席をビルゲイツ、ソフトバンクさん、もしバクナギさんがやっていけない。ね、俺は家賃とか全部一人で払って、ね、なんかね、ご飯とかも俺がなるべく払ってあげて、出産のためにお金貯めなきゃな、どうしようかなって言って質素なね、暮らしなきゃなと思ってるのに、全部ウーバー、全部アイテムばらまいちゃうね。旅行に行ってさ、なんかダッサイバッグ買ってさ、ロックンロールは鳴りやまないですよ。 ありがとうございます。でて、ちょっとイントロかっこいいんですよ。ありがとうございます。特命さん、特命さん、アラブの石油ビルゲイツ、特番さんも特命さんがやっていけない。あー、デジャブだわ、ほんとバカだ。もう一生会いたくないわ。いやいや、言ってるよ、何回も言ってるけど、あいつ分かんないんだよ、バカだから。俺はゼロワンさんにだから挨拶で言ったじゃん、俺はね、ありがとうございましたって。俺のお礼だけでよくない？なんであいつがアイテム投げるのか意味が分かんないんだけど。
で今日もあれだよね、このさ池ちゃんを10分呼ぶだけのさね、それだけのストレスのためにね、ラブホテル泊まってね、1万円払ってきただろ。で01さんに1万円投げただろ、俺に1万円投げただろ。金ばっか使うんだよ本当あいつ。追い出してねえから、勝手にあいつが出てたんだから。にも服も全部外に出してあるから、服あるよ。あ、ゼロワンもアイテム投げないでねって言ったでしょ。金がこれからかかるんだからさ、貯めてかなきゃいけないのにずっとさ使っちゃうんだもん。いやだから俺もお金管理しなきゃなと思うけど、でもなんかいざという時にルイジがお金持ってるからなんとかなんとかって言われてもそれも困るし、迷ってるよ本当。やばくない本当。どうすんのこれ。なんでそうやって金全部使っちゃう。お前今見せてみ携帯、どんだけ今今月アイテム投げたか見せてみ。ほんとさ、何にも反省しないよね。昨日喧嘩したばっかでしょ。なんで、たくまくんの彼女にアイテム投げてね、なんでそういうことすんのって。昨日の俺の着信履歴見る。お前から電話かかってくるね、5分前に俺お母さんから電話かかってきたんだよ。実家のお母さんから電話かかってきてね、なんかあの春なんとか病院ってところからあの請求書届いたんだけど、なんでって言ってね、いやそういえば俺怪我しちゃってまだお金払ってないんだよね、じゃあお母さん払っとくねって言って、俺が怪我したのお母さん心配でさね、あのお母さんが払ってくれたんだよ、この怪我のね、たくまにやられたね、その人にさね、ナイスカップルってアイテム投げてんだよ。お母さんが心配で、ケンジ怪我したの、顔怪我したのって言ってさ、その5分後にエミリからちょうど電話かかってきてね、ごめんねたくまくんと、なんかナイスカップルってアイテム投げちゃったとかって言って、まだ払ってなかった。だってさ縫い傷下手くそすぎんじゃないこれ。全然さ傷消えないんだけど。そうだからお母さんが払ってくれちゃったんだよ勝手にね。でさその後にさね、なんか自分でさ薬物買いたいとかなんとかって言ったことはさ、新薬庁に取り上げててさ、新薬庁のさところでコメントしてただろ。コメントしてない。したね、雑談たぬきに貼られてたね。そういう風になんか俺が夜勤の時は穏やかにいてね、すごい昨日言ってたんだよエミリに、夜勤の前に行く時にね、久しぶりにね、なんかずっとイチャイチャね抱き合って寝てたからエミリ好きだよって。本当に昨日の夜勤行く前はすごい仲良かったんで、エミリー好きだよ好きだよって言ってラブラブのまま行ったんだよ。で1時間電車で乗って行ったら、もうそういう風に仕事行く前にね、なんかお母さんから電話かかってきた5分後ぐらいにちょうどよくエミリーがなんかね、たくまくんにアイテム投げちゃったとかって言ってさ、いやたくまくんみなみちゃん、うん、やばくない。俺が一番決まる、お前730ブロックするわ。でね、それで昨日喧嘩したばっかりでね、今ゼロワンさんにさアイテム投げてさ、俺が荷物運んでる最中にだよ。やばくない？嫉妬じゃないでしょ。その人の気持ちを考えられないのかなっていうところ。ゼロワンさん迎えに来たって、行けよ早く。いやもう俺は無理だよ本当。これまたさゼロワンさんにさね、ありがとうございましたって言った後にこいつまたアイテム投げるんだろ。これ何回繰り返すの。ゼロワンさんにファンタを投げたい芸なのこれ。でまた俺のところでさ、これパンツ見せてさ、これバンにさせようとしてくるよ。何芸なのこれ。ゼロワンさん何回往復させんのこれ。地獄だわ本当。なんで俺なんだよ。俺はもう無理って言って出てってって何回も言ってんじゃん。
俺エミリさんの気持ちが分かんないんだよ。どういう感情でそういうことをしちゃうのか、どういう感情でそれしちゃうの。いやだから俺のファンタでって言ってるわけじゃないんだよ。昨日もそれと全く同じ件があったからっていう話。お前もエミリなの？頭悪いの？いやいつでももう終わってるね。俺エミリさんが出てったらそれで終わりだよ。もうこの店二度と関わらないよ。ね、俺も責任があるからね。なんかエミリさんがすごいね変わってくれるんだったらね、本当にごめんねって思ってんだったら、あしょうがないなって思って許したけど、それも5秒ぐらいなんだもん。もうすぐ次の瞬間にはあっちでさね、俺が荷物ね全部持ってきてる時にね、こうやってファンタありがとうゼルバーンっつって投げてんだよ。どういう感じなんだろう。俺がさ荷物外に全部出してさ、もう別れるって決めたのにさ、あーまた戻っちゃったな、これ叩かれるなリスナーさんにとか思いながら、まあでもしょうがないなと思いながら自分でさ考えながらさ荷物さ運んでたらさ、5秒後にアイテム投げてんだよ。どう思う？だから俺の気持ちで投げただけだよじゃなくて、俺が01さんに謝ったんだよ。いやだから荷物持ってきてる最中に投げたから、もう荷物を持ってこない、途中で全部ばらまいてあるよ。またこれ裸になっちゃうから、これもう作戦だもん。こうやって裸になってパンツ見せればこれバンになるから出てかなくて済むみたいな。だって入れなかったでみんなさ DVDV って言うでしょ。俺の言うことを聞く人間じゃないんですよ。ね、俺がね何注意しても多分聞かないんですよ。ちゃんと話し合いもできないよ。136号ね、コントロールできてたらこんな配信者になってないから。誰もコントロールできないからエミリなんでしょこれ。だからそこにいるよエミリさんは。入ってきちゃってよ。みんなコントロールできんだったら戦争とか犯罪とかなくなるよ。だから91号さやってみればすごいからね。だからね、追い出されたって01さんに電話したんだから01さんとこ行けばいいんだよ。それ11月の話な、831号。いや俺でも変えられないって言ってん。01さん下にいるってホテル送ってくって。
その妊婦さんを盾にするのやめてほしいね、ほんと。俺だって優しくしたいけど、もう無理だよ、これ。甘やかした結果じゃないよ。何年生きてると思ってんの？俺一緒にいるの3、4ヶ月ね。エミリさん28歳ね。俺が悪いんだ、どう考えても。そうだろ、俺のせいなんだ。僕のせいです、皆さん。すいませんでした。僕のせい、アイテムありがとうございます、クマさん。すいません、僕のすべて僕のせいです。お風呂入り始めちゃった、裸になって。お風呂入り始めちゃった。リスバン取れないね、明日。わかんないけど、もうこれ持ち越さないから俺。沖縄の旅費は全部エミリが払っちゃった。俺が鬱になっちゃうのわかるでしょ、本当に。マジで鬱になっちゃうから。勝手に払っちゃったの。俺ちゃんとね、一緒に決めるんだったらね、全部決めたかったよ。ね、3泊4日、4泊5日、ね、2泊3日は少ないって言って800回ってのに絶対聞いてくれないし、ね、飲み物にも俺トマトジュースが嫌いだからトマトが入った野菜ジュース買ってきてね、買ってこないでね、俺トマト飲むとゲロ吐いちゃうんだよって言ってるのにトマトジュース買ってくるし、全部聞いてくんないの、何にも。辛いもの食うと最近お尻痛いからね、お腹痛くなっちゃうから、朝配信の時辛いもの買ってこないでって言ってるのに、韓国のラーメンばっか買ってくるし、夜勤の時は寝てね、寝させてねって言ってるのにね、夜勤帰ってきてからもずっと隣で携帯ガチャ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 やってて、ねえねえって言ってダダこねてきて、ずっと寝れないし、もう死んじゃうよ俺、ほんと。面白くないね、今俺が泣きそうなだけだね。荷物取ってきてない、全部散らかしっぱなし。荷物取ってきてる最中にね、俺が急いでね、寒い中ね、荷物取ってこい取ってこいって言うからね、分かって取ってくるね、ごめんねって言って取ってる間に013ってファンタ投げてんの、バカじゃないの、ほんと。手伝ってくれればいいじゃん、玄関まで持ってきたら玄関から入れてくれるとかさ。013の配信見てさ、これ裸んぼになって寝ちゃうんだよ、これ。徹底的に今日やっただろ、これ以上の徹底的ってある？荷物全部下までぶん投げてさ、眠いよ、さっきからずっと言ってんだよ、もう眠いんだよ。だからもう013も本当にエミリさんのことブロックした方がいいよ。いや、後遺症だからって、なん、あ、超可愛いわ。可愛いわ、この子。遊びたいわ。いや、ストーカーって言ってさ、言ってもお腹に俺の赤ちゃんいるって言われたらおしまいじゃないこれ。いやいやいや、だから俺言ったじゃん、もう013に全部出荷してさ、013に持ってけばいいじゃんって言ったじゃん。なんでこれで俺が013に取られたくねえってなっちゃうの。いや、ずっとさ、もう30分以上外に出してて、クソ寒い中、このこれ以上さいてさ、どうしたらいいんだろう俺。
ていうかゼロワンさんのそれ発言が失礼だね。あのさすがにね、なんかそのもう誰にもそうだけど、ゼロワンさんがそうやってね、あいつはだけねとかっていうのは失礼だよ。今までゼロワンさんどんだけブス抱いてきたんだよって話。それ俺そこはねムカついちゃうね、エミリさんのその悪口を言われると。あ、すいません、ありがとうございます。バクナゲさん、ほんとすいません。バクナゲさん、バクナゲさん、アラブの石油ブキルゲッツさん、バクナゲさん、あんなさ、ブス小屋しかいねえじゃん、今ゼロワンさんちね、ババアとさ、あのラボちゃんだっけとかさ、何だっけ、あのリンちゃんとかさ、ブス小屋しかいねえのにさ、そんなブス小屋の中にさね、あとなんだ、あのユマルちゃんとかやばい虚言癖じゃん。あんなブスとさ詐欺ばっか、そんなやつらと抱いてるね、ゼロワンさんにね、そんなこと言われるとムカついちゃうね。そこは俺は戦っちゃうね。嫌じゃない、自分がさ関わった人の悪口言われるの。俺は嫌だな。別にいい女とかとは思ってないけど、そういう風にディスるのとかはマジでムカついちゃう。いいよ、そうブーメランだと思ってればいいよ。ただそのね、ブーメランってことはあっちも刺さってるってことでしょ。ゼロワンさんと俺めちゃめちゃかあれだから。嘘だろ、イキリストさん A 版、そんなわけないだろ。プラチナプラスは A 版にならないだろ。ゼロワンさんは本当メッシだと思ってるってさっきも言ったけど、メッシだよ。俺は J2 だよ。だけどだからこそかかってくんだよ。メッシはね余裕ぶっこいててもいいでしょ。けどね、 J2 の人からしたらね、メッシと戦うんだったらこれは頑張んねえとなってなって余計かかっちゃうよゼロワンさんには。ゼロワンさんぐらいじゃない、こんな俺かかってんの。せいちゃんとかさ、まあまあ養分さんはよくわかんないけどね、パルパルさんとかね、イケリスト、いやイケちゃんとかみんなと仲良くねワイワイやってるけど、ゼロワンさんぐらいだよ。なんかライバル視っていうか、こう負けねえぞっていうか、頑張って戦わなきゃなって。今エミリさんが一人自分で運んでるよ荷物を。それがエミリさんの覚悟なんじゃない。俺がね荷物運んできてあげようと思った時にね、自分はこうやってねなんか横たわりながらね、ゼロワンさんにアイテム投げてたから、今エミリさんが下から全部荷物運んでるよ自分で。まあ、今日はさすがにかわいそうでしょ。ちょっと一回、いや俺派閥とかないから別に。いや、お風呂出た、お風呂上がりで、なんで風呂上がりであんな寒い中やるのかわかんないけど。